はいはい、こんばんみー、ライターの八山ちゃんです。こんばんみ、こんばんみ、こんばんみということでね、今日はね、女性自身の方に載ってました、三田佳子、五度逮捕の次男に養育費工面ね、で夫は送迎後半で、検察も指摘した監督能力なき厚遇サポートという記事が載っていたので、こちらの方でちょっと話していきたいと思います。まあこちらの方ね、昔の高橋優也くんのエピソードを交えながら少しずつ話していきたいと思います。まあね、高橋優也くん5度目の覚醒剤逮捕ですね。もうこれは病気ですね、病気。うん、もうこれね、こればっかりはさ、病気だからさ、うん、やめろっつってももうやめらんないと思う。どうすんのかね。まあそれでね、この俺がね、まあ昔ね、清水健太郎さんの周りで取り巻きでちょろちょろしてた頃にね、聞いた話なんだけれども、聞いた話っていうか、まあ俺もいた話なんだけど、高橋優也くんってね、本当にね、まあ根は悪い子じゃないのよ。ただね、弱い、うん、やっぱり精神的に弱い。そう、弱いし寂しがり屋なんだよね。まあ一番のあれは問題は寂しがり屋ってことなんだよね。そうそうそう。それでまあね、まあいわゆる関東連合ねの、まあ幹部ではないよ。この辺はね、ちょっと僕も西山くんから聞いたんだけど、鬼味噌チャンネルのね、うん、なんかちょろちょろしてたな程度の人物だ。そこまで悪さをしてたっていう人間ではないよ。その恐喝したりとか、恐喝して示談で金儲けしたりとか、そういった半グレ行為はしてない。うん、まあ車貸したりとかはしてたらしいし、後輩からはたかられてたらしいけどね。そうそうそう。まあこういう暴走族の周りにいれば、やっぱり暴走族の元 OB の現役の方たちからお薬の誘いはありますよね。うん、やっぱそういう環境で育ってるから。そう、ポンチューっていうのは自分が辞めようと思っても、ポンチューの心理っていうのは自分だけ辞めたらずるいっつってさ、売人がさ、上げに行くわけよ。で、またポンチューの道に引きずり込むという、とんでもないことをやるんだから。それがポンチューの世界だから。俺はやったことないけどね。そうそうそう。それでさ、まあ俺もね、実はマッドマックスという、まあちょっとアウトロー系雑誌でデビューしたこともあり、ちょっとね、ね、ライターの中野二郎ちゃんとは、まあ、親友ではあるんだけれども、二郎ちゃんもね、現役の頃ね、売りに来てよ、なんてね、平気で言うからさ、もうどうしようもないよね。そう、で、このゆうやくん、またね、一回ね、2012年ぐらいかな、今から10年ぐらい前に、パクられた時に、三田さんがさ、当時ね、覚醒剤でリハビリ中だった清水健太郎さんのとこにね、お願いしてさ、一緒にちょっとリハビリをということで、市原のキックボクシングジムにね、住み込みで住ませたことがあったの。そうしたらさ、千葉の市原から六本木まで、歩いて帰ってきたんだよ、金がないから。逃げ出してね、ジャンプ、カエルちゃんジャンプじゃないけど、飛んでね、
んなね、14時間もかけてね、歩いて帰ってきた。で、クラブ R に来てね、すいません、お金貸してくださいっつってね、もうしょうがないからね、2万円貸してよ。でも俺まだ返してもらってないからね、その2万円。いつか会った時に、まあ、あげたつもりで、ね、まあ、回収には、2万円ぐらいだから、いちいち回収にはいかないけどさ、いつか会った時には返してもらおうと思ってますよ。うん。まあ、会うかな。俺も最近、健太郎さんの周りは行ってないからさ、会うかどうかはわかんないけど。まあね、そうやってね、覚醒剤っていうのはね、やめられないし、まあ、お父さん、まあ、お母さんがね、月70万円小遣いあげてるとかどうたらこうたらって言うけど、まあなくなったらお金、足りなくなったらお金補充するっていう感じなんだろうと思うけどね、このお小遣い制もね、みんな悪い悪いってレッテル貼るけど、もし三田さんが亡くなった場合、実子なんだから遺産相続しちゃうのよ。そうするともう余計歯止め効かなくなっちゃうよ。だからもうこういうやつは、どっかダルクかなんかで、もう、ボランティアとして、もう住み込みで働かせて、もう、ずっと一生リハビリやらせる続けるしかないよ。薬物ってのはもうそのくらい恐ろしいから。まあ、あとはね、なんか目的を見つけてやめるしかないよね。ゆうやくんがでもね、六本木まで歩いて帰ってきたことに関してはびっくりしちゃったよ本当に。だってもうお母さんもだってどうしたらいいんだか分かんないんですって、もう両親揃って泣いてるんだから。そうそうそう、泣いてるんだから。俺らのさ、その当時の仲間にさ、もうどうしたらいいんだか分かんないんですって泣きながら言うんだから。まあ三田さんも毒親っつったら毒親なんだろうけど、まあそれもね、やっぱ芸能界の大女優さんで蝶よ花よで育ってきてるから、うん、家事すらさせないっていうのがもう女優さんのねやり方だから、うん、まあしょうがないかな、ね、再発防止のために同居を考えてるってお父さんも言ってるらしいけどさ、本人、お父さんがどうしたらいいんだか分かんないんですって本音ポロッと俺に言ってんだから、お父さんとお母さんが。だからもうこういうのはね、こういう子はね、ゆうやみたいなやつはもうリハビリ施設に入れて、もうみんなで一緒に共同合宿とか させるしかないよ。そう、もうね、世間もね、もうどうしようもないって言って、もう三田さんもね高い授業料払ってるだろうけどさ、しょうがないんだから、これ薬物っていうのはね、もう本当に薬物っていうのはね、こうなっちゃうんだから、もう一生やめられないんだから、絶対やめましょう。ということでね、本日の、トークは終了したいと思います。チャンネル登録と高評価ボタンよろしく。 See you, see you, see you.